こんにちは、安西です。今日は1月の中旬なんですけれども、鳥取県の伯耆大山、やってきました。今日は九州のとしこさん、また今年もよろしくお願いします。今年もと言いますか、先日お正月登山行ってきたところですね。はい。で、今回は大山登るんですけれども、登山道は夏山登山道を登っていきます。で、駐車場はこちら、一番近いところですかね、南高河原駐車場というのかな。はい。今日は平日なんですけれども、だいぶ車余裕がありますね。この駐車場は綺麗な、ね、トイレも完備されてまして、とてもいい感じです。駐車料金は1日1000円、ちょっと時間帯によっても変わってくるみたいですけれども、はい、冬の間は有料となります。はい。では早速ね、登っていきたいと思いますけれども、今、10時半ですね。はい。天候もね、ちょっと微妙な感じなんで、気をつけて登っていきたいと思います。雪少ないね。去年来た時この辺もうモリモリでね、土手みたいになってたよね。ものすごい高い堤防というか。まだまだ今年は少ないです。1月中旬。あ、で、先ほど言い忘れてましたが、今回はですね、1泊2日の山頂のね、小屋泊、避難小屋になるんですけども、泊まっていこうと思っています。ちょうどね、去年の2月も同じような工程で行ったんですけれども、はい。ただちょっとね、今日かなりね、昼過ぎぐらいから天候上の方荒れるみたいで、ちょっと場合によってはね、その日のうちに撤退する可能性もあります。ちょっと登ってみないとそこは何とも言えないところですけれども、はい。ここですね、大山夏山登山道。夏山だけど冬でもがっつりメイン道路として、メイン登山道として登ります。階段抜き出しだね。大山の標高は1,709メートルで、登山口の標高が800メートルぐらいだかな。で、累積標高は900ぐらいになってきます。コースタイムとしては上りで2時間半、下りで2時間の往復4時間半ぐらいですね。歩く距離は 5.5 キロぐらいだけど、もう全然歩けない荷物が重たい。ふう。なので今日は上りで4時間ぐらいかかるかもしれないです。ゆっくり登っていこうと思います。いいね、傘。今日は今気温が1度2度ぐらいで、で、上からもう雪が溶けてボタボタ落ちてきます。ザックがベタベタになっちゃった。一応ザックカバーつけたんですけど、ちょっと手遅れ感があります。やっと1合目だよ。やば、結構今日はのんびりです。よいしょ。11時10分、2合目、標高 1000m の手前ぐらいですね。ちょっと上からのボタボタも落ち着いてきたかな。登山道もだいぶ雪に覆われてきて、階段っぽさはなくなってきました。でもまだまだこの先急登が待ってますので、頑張ります。この頭上注意の場所さ、いつも下だよ、ね、そう、下に見てるよね今は目線だ。だからもっと積もるんだよね、ここ。
急だね。よいしょ。すごい。この間の赤岳より真っ白な気がする。うん、確かに。よいしょ、5合目ですね。12時5分、登山開始1時間35分ですね。5合目です。どうですか？きついよね。もうなんかずっと登りっぱなしで、重い荷物が、荷物も重たいし、うん、重い。そうだね。このまま6合目まではチェンスパで行こうと思います。6合目に避難小屋があって、そこでちょっと小休止取ろうと思います。ガスってなければね、下界の景色が見えるはずなんですけれども、ちょっとガスガスです。上の方とかもきっと真っ白なんじゃないかな。結構風の音がゴーゴー言うようになってきました。ガスだけじゃなくて、森林限界以降は風もかなり吹いてくると思います。 1300m。 暑いだね。6合目。確かにすごいむき出しだ。もっと埋まってるもんね。急斜面やがあって、そう、木がなくて、この辺の木も全部埋まってるもんね。よいしょ。はい、ということで、6合目の避難小屋着きました。ちょっとやっぱりね、風も出てきてますね。はい、ここで装備整えてちょっと休憩しようと思います。すごい、2階もあるんだ。そんなに広くはないね。うん、まとまれそう。うん、小屋のトイレブース。すごい、撮影会やん。トイレ撮影会携帯トイレブースなんだよね。トイレ撮影会入る。そう、ほんでわ、ちゃんと売ってるんだ。すごい、ちゃんとしてる。携帯トイレブース。はい、それではですね、足アイゼンに履き替えまして、バラクラバもつけました。ちょっとね、ゴーグルは多分必要になってくるかもしれないですけど、今のところまだ大丈夫そうなんで、もうちょっとこれで登っていこうと思います。やばいね、結構雪降ってきたね。よし、頑張って頂上小屋目指して登っていきます。すごい風、トレースも先行者いるんですけど、すぐ消えちゃう感じですかね。
はい、ですね、7合目過ぎたあたりからですね、ちょっと急激に、さっきの最後に撮った映像よりももっとひどい暴風雪になったので、撤退します。6合目まで戻ります。ちょっと今どこだろう、7合目と6合目の間ぐらいですけど、ようやく窪地に入って風をしのげているので、結構危険だったね。はい、じゃあちょっと小屋まで戻ります。無事帰ってこれたね。帰ってきました。見て、帽子の雪がすごい、ニット帽が凍りついてる。凍りついた、やばいね。セカンザイ君のもすごいよ。あ、ツバがね、ツバがすごいことになってる。いや、すごい。そう、ザックカバーが浮き飛ばされてしまって、ね、もう風が強すぎる。やばかったね、無事生きて帰ってこれてよかった。といった落ち着こうと思います。いやー、本当過酷やったね。もう私ね、過去一の過酷さやったかもしれない。いやー、俺もだよ。ちょっと、うん、今までにない、うん、暴風雪、うん、この状況だったらまず登んないしね。うん、そう、小屋があるから行こうかって感じだけど、そうそう、普段だったらこの天気じゃ登らないよね。で、まあ6号目ではね、渋滞で登りやすかったし、で出発した直後もまだね、なんか行けそうな感じはしたけど、だんだん荒れてったね。あの、撤退し戻ろうかって言った時の、うん、上やばかったよね。やばかった。もう、あ、無理だって思った。あ、そう、これダメって思った。そう、あ、無理だって。そう、でもあそこで引き返してよかったと思う。あのまま行ってたらそうなんです。そうなんです。先行者ね、登頂して戻ってきたけど、ちょっと時間ずれてたら、うん、あの人は危なかった。危なかったよ、きっと。山頂着いた時はまだ大丈夫だったって言ったけど、戻ってくる途中でだんだん荒れてきたっていう。でもいい判断してるよ、うん、俺らも出発が遅かったね。そうね、寝坊してたね。うん、予定だとね、もうちょっと早く、そうそう、日の出ぐらいの時間に、あ、それは早すぎた。まあ8時とかね、8時出発したかったと思ったら、起きたら10時半スタートって2時間半も遅いから、うん、起きたら9時だった。そうそうそう、8時にスタートしたら全然まだ、うん、安全なうちに上の避難小屋ついてたから、予報じゃやっぱ昼から荒れるから、うん、お昼までにはついていきたいなっていう、うん、コーヒー飲む？飲む、いいの？いいよ、2つある。やったー。あれね、恐ろしかったね、結構、うん、ちょっとね。だって自分らが登って元来た道を戻るのに15分ぐらいしかなかったけど、もうなくなってたね。ね、道がね、ボクボク状態だったし、風もね、立ってられないぐらいだったしね。うん、あ、こうやって人ってそうなんですね。そう、そう、立ってられない風、うん、私たちが混乱してたらさ、うん、あの先行者の男の人がさ、あ、その2人なら何合目くらいまで出ましたよみたいな、長距離小屋行きますって言ってました、小屋行くって言ってましたみたいな、目撃情報ある、うん、これあの駐車場の人にはさ、なんか予定聞かれた？一応そう、あの2日分だから駐車場、うん、上の小屋に泊まるんですよ。じゃあ私たちがさ、その天候で上山に乗っても
まあ、どこかちらに来るやろう。そうそうそう。ちゃんと止まってるか。まあ、6号目かね。死んでるか。4時半前、夜ご飯にすることにしました。はい、何これ、ザ・スメル・なんちゃら。キーマリッチ。カレーです。お湯入れるとカレーになるのか。入れます。うん、あ、注意。注意、アンサイは。おでん。おでん。温まり待ちです。待ってます。落とします。いよ。うん、待って、キーマカレーにはレモンサワーの合うかな。そうかな。ないんだよね、レモンサワーと。ほろ酔い、カツオとネタ。やっぱレモンサワーかな。うん、あ、いい香りがしてきた、だしの。よいしょ。それじゃあ、無事、はい、生還できてよかったです。生きてる。生きてる、乾杯。乾杯。いただきます。乾杯。あー、あー、爽やか。生きてるって味がする。アルコールの味。アルコールの味。生きてる。あー、もうでもなさそうや。あー、潤いと出汁と一石二鳥。ミスト。ミスト、ミスト。おでんミスト。おでんミスト。おでんミスト。なんか頭が良くなる。はい、夜9時半となりました。結構ね、遅い時間まで起きてたんですけれども、もう持ってきたお酒はだいぶ飲み干しまして、1リットルの飯も全部飲み干しました。はい。で、寝床はちょっと分かりづらいですけど、今日は快適温度0度の3シーズン用のナンガ、450のものを持ってきております。それと、まあ、シュラフカバーですね。これで今日はいけそうだと思います。もちろんね、あのダウンとかは着てるんですけれども、はい、明日なんですけれども、できればご来光を見たいなと思うんですけれども、ちょっとね、やっぱり外がだいぶ荒れてまして、まあ一時のすごい荒れてた状況に比べたらだいぶマシになったんですけれども、うん、まだまだね、夜中も中も結構激しそうなんです。で、かなりね、雪積もってるっぽいんで、ラッセルが激しそうな感じがします。なので、もし明日自体は天気はいいはずなんで、登ってくる人はいると思うんですよ、ご来光狙いで。朝がけの人と、もしこの6号目で鉢合わせることができたら、一緒に交代交代でラッセルしながら登れたらいいなという淡い期待を抱いております。そんな感じで、まあ4時ぐらいに起きて5時ぐらいから出発できたらなと思っております。はい、そんな感じで今日は1日目結構大変でしたけれども、まあ避難小屋でのひとときは楽しかったです。ということで、今日はもう眠りたいと思います。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。2日目の朝7時15分となりました。今朝はですね、朝4時に1回起きたんですけれども、その時はもうかなりね、風が強かったので、ちょっともう暗いうちから歩くのは断念して様子を見てました。で、今7時回ったところで明るくなってきたらですね、だいぶ風が落ち着きまして、で、景色も見えるようになってきました。すごいいい感じですね。雲海になってて、そして
山頂方面、これ綺麗ですね。いい感じです。はい、なので今日はね、なんとか山頂を目指せそうなので、これから頑張って登っていきたいと思います。よっしゃ、としこさん、昨日のリベンジだ頑張って登っていこう。今日はちゃんと上が見えてる。今朝はですね、一組か二組ぐらい、ご来光狙いで多分登って枯れたような感じがします。なのでトレースもありますね。ありがたいことにだいぶ踏んでくれてるので、ラッセルではないですね。助かってます。7合目来て、でこっから先がもう凄まじくて全然登れなかったです。昨日はここで撤退しました。はい、今日はね、なんとか行けそうですね。わー、景色すごい、わー、綺麗。まだまだ急登が続きます。すげえ、いやー、圧巻の景色ですね。すごい、ブロッケン現象みたいなのが、虹が二重にもな、三重二重すごいことになってる。初めて見たブロッケンとはまた違うブロッケン。あ、9合目だ。8時15分9合目登山開始1時間ですね。2日目で、あそこにちょこんと小屋が見えてます。まああと15分ぐらいかな。すごいですね、この景色やばすぎる。めちゃくちゃ綺麗、後ろも大雲海。
が眩しい。あ、すごいね。小屋ももう目の前。よいしょ。あ、小屋着いたね。そのまま山頂の石碑まで行こうか。よいしょ。やった。8時30分ですね。大山山頂標高1709メートル、登頂しました。あ、やったー、お疲れさん。あ、ごめん、かじかんでる。いやー、すごい、めっちゃ雲海。うわー、うわー、すごい、マジか、すごいですよ。何これ。いいね、県の稲方面、日本海側、大雲海、すごいね。昨日はちょっとここまでは来れんかったけど、うん、いい景色だ。はい、ということで大山山頂からの景色でした。いや、もうめちゃくちゃ良かったです。はい、ご来光はね、全然見れないというか、そもそも時間的にも無理だったんですけれども、それでもですね、雲海も発生してて、で雪をね、かぶったばっかりの、稜線見ることができて本当に良かったです。めちゃくちゃ綺麗でした。はい、それじゃあね、ちょっと一旦頂上小屋に入って、休憩したいと思います。入り口は大丈夫そう。よいしょ。まず全を脱ごう。よいしょ。よいしょ。引っかかった。よいしょ。お疲れ様。それから、ここのところに小さい池は、盛り上がるよね。だから、ブロッケンが先に綺麗でしたね。あ、ブロッケンありました。大きかったですね。ブロッケン綺麗。なんか二重のブロッケンじゃなかった。そう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 。いつもは小さいですよ。そうそうそう。そこに何回かね、小屋の大きさぐらいあったし。ね、大きかったです。あんなのなかなか見えん。わあ、嬉しい。一年に一回もね。そうか。数年に一回。僕は長い時から久しぶりに見たの。わあ。ちっちゃいのはよく出るんだけどね。はい。うん。年間ここだけで言ったらどれくらい来られてるんです
去年66回。音出して108回。音出して108回。音出したね、215って言わない。そう、昨日の悪天候のおかげでこの景色が見れたと。そうそう、ロッピンもね、普通の3倍ぐらい、あの夜中の町ぐらいまでずっと。あ、そうですか。なんとこの中国地方や四国で活躍されているイサムチャンネルのイサムさんにお会いしました。ちょっと、ちょこちょこ見させていただいてて、結構なんか大山の悪天候の動画とか参考になります。明けましておめでとうございます。今日の大山どうですか。いや、今日は本当に昨日の晩から、はい、あの車中泊してあの朝登ってきたんですけど、うん、最高の天気に恵まれてもあり、いやこれはありがたいですよね。本当にめちゃくちゃ綺麗ですもんね。あのラッセルありがとうございます。いや僕も全然ラッセルはしなくても、先人の、ね、先輩方がたくさんいたんで助かりましたけど、使わせていただきました。本当にありがとうございます。とんでもないです。僕も何もしないんで、もうお恥ずかしい。いえ、どうもありがとうございました。最高の大戦、これからも頑張ってください、はい、本当にこちらこそよろしくお願いします。はい、ということでね、大山の山頂でゆっくり満喫しました。イサムさんとかね、他にもいろんな方との出会いもありまして、楽しいひとときを過ごすことができました。はい、めちゃくちゃね名残惜しいですけれども、下山していきたいと思います。景色はねもう本当に、下山方面も最高ですね。弓ヶ浜の方まで見えるようになってきました。はい、じゃあ今10時45分ですけれども下っていきたいと思います。8合目。綺麗。はい、今日はすごい穏やかな六合目避難小屋です。帰ってきました。今ちょっと休憩しまして、はい、またね下っていきますけど、いやもうこの六合目避難小屋めちゃくちゃお世話になりました。本当にね、もう命を救われたと言っても過言ではありませんね。はい、それじゃあ、残り下りどうだろう、1時間もあれば下れると思いますので、気をつけて降りていきたいと思います。霧氷がすごいことになってる。綺麗。ちょうど去年大山登った時と同じような霧氷だわ。こんな感じだった。5合目まで降りてきた。もうね、霧氷が早いとこ降りないと溶けてすごい雨みたいになってきちゃうから急がねば。あ、いいね。5合目ってそう、景色いいんだよね。弓ヶ浜の方まで見えます。昨日は何も見えなかったね。ねえ、なんか、5合目より下の結構雪積もってて、さっき6合目でチェンスパに履き替えましたけど、全然アイゼンでも良さそうな感じ。下までアイゼンで下ってきれるんじゃないかな。はい、もうだいぶ下山してきました。もうすぐ登山口です。足元はですね、まだ階段状ではあるんですけど、昨日に比べたらちょっと積もった感じはしますね。もう下までアイゼンで歩いてきてもいいかなって思います。もう上りもね、最初からアイゼンでもいいかもしれませんね。まあ、今はまだ1月中旬なんで、2月にかけてどんどん積もっていくとは思いますので、登る際は事前に情報
入手してください。帰ってきた。はい、12時40分南高川原駐車場に帰ってきました。お疲れ様でした。下山。今日は天気がいいから車も結構止まってますね。でもまあ平日だからまだ空いてるところもあります。雪、え、硬い。どうだろう、10センチぐらいかな。うん、10センチぐらい積もった。はい、ということで、無事下山しまして、いろいろ片付けも済みまして、ちょっと車の中で撮影しております。はい、今回はですね、一泊二日で、鳥取県の伯耆大山の方を登ってきました。いや、もうちょっとね、初日はかなり大荒れでね、あの頂上小屋にも着くことができずに、途中めっちゃやばかったね、あれ。やばかった。絶対して正解。いや、もう本当だよね、本当に大荒れで、あのまま突き進んでたら多分あれだよね、9号目とかのちょっとなだれかなところで遭難してたよね。吹きさらしになって方向感覚も失って、たどり着けてないかも。うん、だからあの7号目過ぎたぐらいで撤退して判断としては良かったかなと思います。まああのね、6号目、最悪6号目に避難して泊まろうっていう話もあったので、まあ食料とかもねちゃんと持ってきてたので、まあ、今回は危なかったけど、なんとか、うん、適切な判断は取れたかなと思います。はい。まあ、その甲斐あってね、二日目はものすごい絶景も見れてね、よかった。本当に。雲海めっちゃよかったね。で、なんか、すごい大きなブロッケンもあって、ブロッケン現象。ちょっとうまく取れたかどうかは微妙なんですけれども、なんかね、すごい常連のおじちゃんに言わせると、あれは数年に一度のブロッケンだって言ったんで、いいものが見れたなと思います。こんなブロッケン。こんなブロッケン。めっちゃでっかいブロッケンらしいです。そう、ちょっと映像じゃ伝わんなかったと思いますけど。うん、で、まあ、今日の天候としても1月としてはもう本当に最高レベルだって言ってたんで、はい、いい時に登ることができたなと思います。はい。ということで、今回は一泊二日の伯耆大山でした。どうも、ありがとうございました、今回も。お疲れ様でした。はい。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またねー。大山の参道にある、こちら、豪苑湯院へやってきました。温泉はここに入ろうと思います。豪苑湯院って読むのかな。入浴料490円、安い。モンベルジャフ会員460円です。ジャフ会員。おお、大山。かっこいいね。カラスガ線。登ってみたいね。ね、すごい、マッターホルンみたい。ね、じゃあ1時間後ぐらい。温泉、いい温泉でした。貸し切りでした。さっきあそこで入ったんですけど、同じ通りのこの大山参道市場がモンベルを経営してるのかな。そのね、あっちにカフェがあって、そこでお昼を食べようと思います。この参道凍結してて歩くの大変そう。これですね、ビーフシチューがある。ガパオライスにしました。辛味成分はないらしいです、信じる。おしこさんはビーフシチュー、いい器してますね。美味しそう。いただきます。